くよです。葵だぜ。突然だがつくよはこの日本において1年間でどれぐらいの人が命を落としてるか知ってるか？そんなの考えたことないけどどれぐらいなの？その人数はおよそ150万人だ。いやーそんなに多いのね。またその要因は様々となるが突然命を落としてしまう人たちもたくさんいる。いきなり倒れちゃうとか？だな。仕事中や運動中、寝てる時やトイレに行ってる時など、病気や事故とは関係なく突然この世を去ってしまうっていう。そんなの多分本人が一番びっくりだろうね。私たちだっていつそんな日が来るかわからないってやつだ。ふむ、怖いけどそういう話になりますよね。ってことで今回はそんな誰にとっても身近な話をしていこうと思うぜ。了解です。お願いします。それじゃまずは突然命を落とすこと。つまり突然死と呼ばれるものがどういうものなのか説明するぜ。OK。その定義は急激に症状が発症し24時間以内に命を落とすものだとされていて、一言で言うと予期してなかった突然の他界となる。普通に生活してた人がいきなり倒れちゃうということね。そう、健康そうに見えたのに突然にってやつで日本ではそんな人が年間12万人ぐらいいるんだぜ。12万人ってすごい人数ね。そのうちおよそ4割の人がいきなり意識不明の状態になった後命を落としていて、さっきも言ったように寝てる時やトイレに行ってる時などあらゆる場面でそんなことが起きている。トイレで命を落とすってなんか意外な気もするけど割合はどれぐらいなの？その割合はおよそ 10% となるぜ。具合が悪くなってトイレに行ったから、みたいな話にもなるのかな。用を足すという行為が引き金になってる可能性もあると言われているが、その具体的な理由は分かってないみたいだしそんな要因も含まれてるんじゃないかな。トイレで最後を迎えるなんて悲しすぎるな。まさに突然にってことだな。原因はやっぱり色々ってなっちゃうのかな。だな。高血圧、ストレス、睡眠不足など、いきなり命を落としてしまう原因は様々となる。さらに突然のことだから他界した要因が不明だとされるケースも少なくないんだ。まあそうなっちゃいそうよね。ただ一般的にはそんな人たちの 60% から 70%。つまり年間8万人ぐらいの人が心不全によって命を落としてるんだぜ。心不全って心臓の機能がおかしくなっちゃうってやつ？簡単に言っちゃうとそういうことで。どれぐらいの人が心不全で命を落としてるかというと1日に200人、時間にして7分に1人のペースとなるんだ。それはハイペースすぎる。っていうか心不全って具体的にはどんな病気なんだろ？まず心不全という言葉は病気の名前じゃなく心臓疾患の総称であり、一般的に心臓病と呼ばれるものも心不全と同じ意味となる。ふむふむ。そしてそんな心不全は日本人の他界する要因の中で癌に次いで2番目に多いもので、40代や50代といったまだまだ若い人でも突然命を落とすケースが多い疾患なんだ。とにかく心臓に関わる疾患をひっくるめて心不全だと呼ばれてるわけね。そう、だから心不全というのはその内容をつかみづらい言葉だったんだけど、2017年に日本循環器学会や日本心不全学会が、心不全とは心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって生命を縮める病気です。と定義したんだぜ。なるほど。それじゃ具体的な心不全の疾患ってどんなのがあるの？そういった疾患は心不全の基礎疾患と言われてるもので種類もたくさんあるんだが、例えば心臓の血管が閉塞し心臓の筋肉がダメになる心筋梗塞、心臓にある血液の逆流を防止する弁が狭くなったりする弁膜症、心臓の筋肉が持つ収縮力が弱くなる心筋症、高血圧によって心臓が負担を受ける左室肥大、心拍数が減少する電気信号の障害などがある。ほほう。いろんな種類の疾患はあるけど結局心臓のポンプ機能がおかしくなっちゃうってことかしら。だな。ポンプの機能が低下することで血液を全身にちゃんと送れなくなって、酸素や栄養が足りない状態となるんだ。それでも心臓は無理して血液を送ろうとするからどんどん疲れていき、その結果突然命を落としてしまうことにもなるんだぜ。それはいきなり心臓が止まっちゃうってこと？突然命を落とす場合、その主な原因となるのは心室細動と呼ばれる重篤な不整脈で、その心室細動になると心臓は震えるのみで血液を送り出せなくなる、いわゆる心停止と言われる状態となって、わずか数秒で意識を失い、数分で脳をはじめ全身の細胞がやられてしまうんだ。心不全でいきなり他界したサッカー選手が、練習中にヤバいヤバいって言った後すぐに倒れちゃったって話もあったしね。日本代表に選ばれたこともある松田選手の話だな。そうそうその人、突然のことだったからあの時はほんとびっくりしたよ。まだ34歳だったし、
若い年齢でも心不全で命を落とす人はいるってことだな。それで心不全だとされる疾患の中で最も多いのが虚血性心疾患ってやつで、それは心臓の筋肉に血液を送ってる冠動脈という血管が狭くなったり硬くなったりして血流が悪くなり、心筋に酸素と栄養を含んだ血液が補給されなくなったことで起こる疾患の総称となるんだが、その疾患の代表的なものは狭心症と心筋梗塞の二つとなるんだ。それは動脈硬化ってやつになるのかしら？ああ、どっちも主な原因は動脈硬化であり、まず狭心症というのは冠動脈が狭くなって一時的に心筋に送り込まれる血液が減り、胸の痛み、息切れ、呼吸困難などが起こるというもので、多くの場合は数分で血流が回復しそれらの症状が治まるとされている。安静にしてればとりあえず回復はするわけね。他にも放散痛という症状が現れることもあって、それは喉、奥歯、腕、肩、背中、溝落ちなど胸以外のあらゆる部分に痛みを感じるものとなる。心臓が原因なのにそんなことになっちゃうの？それは簡単に言うと痛みを感じる神経がまとめておかしくなっちゃうというものなんだぜ。脳が勘違いしちゃってるみたいな？ああ、まさにそういうことで神経が繋がってる離れた部分に痛みを感じちゃうという症状なんだ。ふむふむ。それでそんな狭心症の中でも軽い運動時や安静時に発作が起きたり、痛みの持続時間が長くなったりするのを不安定狭心症といって、その症状になると短期間で心筋梗塞へ進行する可能性が高くなるから特に注意が必要となる。心筋梗塞はさらにヤバい疾患ってことかしら？そうだ。心臓に関わる疾患の中で急激な発症によって命が危険となるのが心筋梗塞で、60代以上の男性が多く発症しいきなり激しい胸の痛みに襲われることになるんだ。その痛みは火箸で刺されたような痛み、えぐられるような痛みと表現する人もいるぐらいなんだぜ。ひえー、想像するだけで胸が痛くなってくるわ。そんな心筋梗塞は冠動脈が血栓によって塞がれてしまい、心筋へ流れる血液がほとんどストップしポンプ機能がちゃんと働かなくなってしまうというもので、その症状が数分で治まることは少なく15分から数時間続くこともある。狭心症とは違って血液の流れが途絶えてしまうわけね。そう、そして酸素や栄養を失った心筋が壊れ始め左胸を中心に激しい痛みや強い圧迫感を覚え、それと同時に冷や汗や吐き気にも襲われるんだ。そんなのすぐに救急車を呼ばないとダメなんでしょ？もちろんだ。発症してから6時間以内にカテーテルによる治療を受ければ、命を落とす確率が 10% 未満になると言われてるし、つくよもそんな症状に襲われたらすぐ救急車を呼ばないとダメだぜ。了解です。あとは虚血性心疾患の初期症状、つまり胸の軽い痛みや締め付けられるような感覚であっても、そんな感覚をたびたび感じるようになったら病院で診てもらった方がいいし、脈が速くなったり遅くなったりする不整脈を感じてさらに胸の苦しさ、血圧低下、冷や汗、めまいなどの症状が伴うときは心臓関係の疾患かもしれないから同じく病院へ行った方がいいぜ。初期症状の段階で病院へ行くのが一番ってことね。だな。他にも心筋関係のやつだと肥大型心筋症、拡張型心筋症、不整脈原性右室心筋症などがあり、それらも突然命を落とすものだとされている。その3つはどんな疾患なの？肥大型心筋症は心室の心筋が厚くなって肥大するというやつで、動悸、息切れ、胸の痛み、めまいといった自覚症状が現れやすいものとなる。続いて拡張型心筋症は心筋の収縮する力が弱くなって左心室が次第に拡張するというやつで、年齢とともに進行するから高齢の男性に患者が多いとされている。そして不整脈原性右室心筋症は右心室の心筋に異常が起こって、心筋細胞が繊維化したり脂肪変性したりするというやつで、これは自覚症状があまりないため健康診断での心電図検査などをきっかけに発見されるケースが多いものとなる。ほほう、自覚症状がないっていうのもなかなか怖い話ね。自覚できる症状だって種類や程度が様々だったりするから厄介だぜ。それが心不全の症状だと自覚できないこともあると。だな。最近なんか階段で息切れするとか体がだるくて疲れやすいとか、大したことないと思ってるうちに症状が進行しちゃってある時突然倒れてしまう、みたいなパターンにもなりやすいわけだ。全く症状がないまま倒れちゃうケースもあるんでしょ？ああ、そのパターンは急性心筋梗塞や過度なストレスが原因で、急激に心臓の働きが悪くなる急性心不全というやつで、これまで話してきた症状が慢性的に続くパターンは慢性心不全となる。つまり突然命を落とす可能性が高いのは急性心不全の方なんだ。やっぱりストレスって良くないんだね。ストレスは万病の元って言われてるぐらいだしな。
ていうかなんかもっとこうわかりやすい症状とかあったりしないの？心不全トータルのってことか？そうそう。急性心不全はわかりようがないのかなって思うけど、慢性心不全なら病院へ行く猶予がありそうだし、特徴的な自覚症状というか、息切れとか胸が痛くなるなんて私もたまに感じるレベルだし。確かにな。それじゃ心不全すべてに当てはまるものではなく、他の病気の可能性もある。っていうのを前提として、心不全の特徴的な症状だと言われてるやつをいくつか紹介するぜ。さすが葵さんお願いします。まずは息切れや呼吸困難から来る膝呼吸という症状があって、それは体を起こしたり座った姿勢をとると呼吸が楽になる症状というか状態を指したものとなる。それって寝てる状態だと息が苦しくなるってことかしら？ああ、そういうことだぜ。例えばベッドで寝てからしばらくすると息が苦しくなって体を起こすと呼吸が楽になるっていう。これは息切れの症状が進行した結果で、横になると息苦しさを感じ自然と膝呼吸をやるようになり、症状がひどい場合だと部屋の窓を開けて外の空気を吸いたくなる人もいるんだ。咳がひどい時横になれない感じと似てるのかな？まさにそんな感じだぜ。ただ心臓に原因がある場合だと眠ってから数時間後に息苦しさを感じ目が覚めるといった特徴があり、急性心不全になった人のおよそ6割がそういった膝呼吸を経験しているという。つまり心不全の症状だったら咳などは関係なく横になったら息苦しさを感じるということで、もしそんな自覚症状が出たらすぐに病院へ行くべきだ。その仕組みというかそれはどういう疾患なの？心臓というのは全身へ血液を送り出す左心経と心臓へ戻ってきた血液を肺へ送り出す右心経に分かれるんだが、左心経のポンプ機能が低下すると肺に鬱血が生じ、その結果として息苦しさを感じ膝呼吸へ繋がるんだぜ。鬱血ってどういう状態なわけ？静脈の血液が異常に多く溜まった状態のことだ。それじゃ心臓のポンプ機能が低下しちゃって血液が溜まっちゃうということね。だな。ポンプ機能が低下すると十分な血液を送り出せなくなって肺から流れ込んでくる血液に対応できなくなり、そのまま肺に血液が溜まってしまい息切れの症状へと繋がるんだぜ。そして膝呼吸すると呼吸が楽になるというのは、体を起こしたり座った姿勢をとると心臓に戻ってくる血液の量が減って心臓への負荷が軽減するからなんだ。血液の量が減る？そう、つまり横になると下半身に溜まってた血液が心臓へ戻ってきて血流が増加しちゃうということで、その血液が肺の血管内に溜まって酸素の取り込みが不十分な状態となり息苦しさを感じるんだぜ。なるほどそういうことね。なんとなくイメージできたよ。それじゃお次の特徴的な症状は首の血管が浮き出るというものだ。ほほう、これはかなりわかりやすいんじゃ？首の表面には頭部から心臓に戻る静脈である頸静脈という血管があるんだが、その血管は通常であれば体を起こした状態だと見えにくいものなんだけど、心不全の状態になってると血管が浮き上がって見えたり脈に合わせて揺れてるように見えたりもして、その状態を頸静脈徒長と言うんだぜ。それは血管が太くなっちゃってるのかしら？ああ、そういうことで心臓のポンプ機能が低下し心臓に戻れない血液の量が増えてしまい、それによって血管が広がって太くなり浮き上がったような見え方をするんだ。そのポンプ機能の低下をもうちょっと詳しく言うと、それは血液を肺動脈に送り出す際に右心室に負荷がかかることで右房圧が上昇し、それによって静脈系の血流が滞って鬱血した状態となるんだぜ。右心室ってことは右心不全ってやつになるのかな？そう、つまり肺に血液を送り出す力が弱まることで心臓に血液が溜まり、その結果として全身から心臓に戻る血液も滞るようになり首の血管が浮き上がって見えるんだ。なるほどねー。血液がスムーズに心臓へ戻れなくなってるわけね。だな。だからそんな状態を血液の渋滞と表現したりもする。ふむふむ。その表現はイメージしやすいかも。それでその症状はさっきつくよも言ったようにわかりやすいものだから。立ったり座ったりと体を起こしてる状態で首の血管を見ればすぐに症状を確認することができるぜ。ちょっと私の首も見てみてよ。どれどれ。あ。そういえば私たち今首がなかったわね。こいつは大事件だな。これはもう心不全以前の問題じゃないかしら。とりあえず頸静脈徒長になってると思った人は循環器内科を受診してください。私たちはどこの病院へ行けばいいんでしょうか？それじゃ気を取り直してお次のわかりやすい症状は足のむくみだ。足もないんだけど。ないのは今だけだし、そのネタ引っ張るのはそろそろやめとこうぜ。 OK。 で、足のむくみなんてしょっちゅう起きてる現象だけど、つくよは赤ちゃんみたいな足をしててむくんでるのが通常運転だけどな。そんなこと言ってるとかかと落とし食らわすわよ。確かに足のむくみはよくある症状だと言えるものだけど、
心不全の初期症状として足のむくみがひどくなることもあるんだぜ。ひどいってどれぐらいなのよ。足首とか足の甲を指で押さえるとくぼんだ状態のまましばらく戻らない状態になったりするんだ。でもそれぐらいのむくみって割とあるんじゃ？うむ。ただ一般的にむくみというのは夕方にかけてひどくなって朝起きると症状が軽くなるものだが、心不全によるむくみだと時間帯とか関係なく一日中ずっと足がむくんでる状態になるんだぜ。ほほう。ってことはそれも心臓のポンプ機能が低下してて血流が悪くなってる結果なのかしら。そうだ。ポンプ機能が弱くなってることで全身の血流が悪くなり、その影響から腎臓に流れる血液の量も減ってしまって排出される尿が減り、全身に水分が溜まることで足が特にむくんでしまう。それはやっぱり足が体の下の方にあるからってこと？ああ、体を起こした状態だと重力によって全身の水分や心臓に戻れなかった血液が足の方に溜まってしまうんだ。さっきから聞いてると心不全って血液が心臓に戻れない状態になっちゃうんだね。だな。そのせいでいろんな症状が出てきちゃうわけだ。あとそうやって水分が体内に溜まりやすい状態になるともちろん体重も増えることになって、たった1週間で体重が3キロぐらい増えちゃったりもするんだぜ。それは普通の食事をしててもそうなるの？そう、つまり腎臓の機能が低下し体内の水分を尿に変えられない状態となってしまい、体重があっという間に増えてしまうんだ。だからつくよもご飯をたくさん食べたとか心当たりがないのに、いきなり体重が増えてむくみがひどくなったら病院へ行った方がいいぜ。先生、毎日心当たりしかない場合はどうすればいいんでしょうか？それは普通に食べる量を減らしてください。それができない場合はどうすればいいんでしょうか？嫌だから我慢してください。それができない場合は、シャラーアップ。安西先生、ダイエットがしたいです。世界が終わるまでは、はぁなーれーるー。ってスラムダンクのネタとか古すぎない？いろんな意味で心配だからちゃっちゃと次行くぞ。オーケー。それじゃ最後のわかりやすい症状は夜間頻尿だ。ほほう。夜間の話なのね。そう、頻尿とは言っても夜に何度もトイレへ行きたくなるというやつで、寝てる時にも起きちゃって1回以上トイレへ行く状態を夜間頻尿と言うんだぜ。寝てる状態だとトイレへ行きたくなっちゃうっていう話なのかしら。まずそういった夜間頻尿は血管や血圧といった循環器疾患が原因だとされてるんだが、そのうちの一つとして心不全が原因になってるパターンもあるんだ。それで人間の体っていうのは横になると足に溜まった血液が心臓に戻り、腎臓への血流も増え尿の量が増えるようになっている。それは健康な人でもそうなるってことね。だな。さらに横になると心臓への負担が減るほか交感神経系の緊張が緩んで血流が良くなる。つまりおねしょの原理もこれに当たるわけだ。ふむふむ。ただ心不全の話だとその傾向がより強くなり、心不全の初期症状として夜間頻尿が頻繁に起こるようになるとされている。それはつまりさっき話したむくみの内容からつながるもので、心臓のポンプ機能が低下してることで足に水分が溜まってしまい、横になって寝た時体がその水分をたくさん排出しようとして尿の量が増えちゃうんだぜ。腎臓さんにとっては今がチャンスってなるわけね。そう、だから普通は寝る時というか夜になると血圧って下がるものなんだけど、心不全でそんな状態になってると夜になっても血圧が高いままで、体内にある余分な水分や塩分を尿によって排出しようと腎臓さんが頑張っちゃう状態になるんだ。心臓の話なのに尿が関係してくるってちょっと意外な展開かも。ただまあさっきも言ったけど夜間頻尿の原因は様々だったりもするから、お医者さんはまず泌尿器科を受診して、何かの病気ではないと確認してから心臓を検査するという流れがいいでしょうと言ってるぜ。でも心不全の症状がある人は最初から心臓の疾患を疑った方がいいんじゃないの？もちろんそういう話にもなって夜間頻尿のほか息切れやむくみ、倦怠感といった症状がある人や、もともと心臓の病気がある人は最初から循環器内科で見てもらった方がいいようだ。ふむふむ。つくよは週3でおねしょしてるしとりあえず病院には行った方がいいと思うぜ。してるわけないでしょ。どこ情報なのよそれ。あれ、そうだっけ？さらっと嘘言うのやめてもらっていいですか？それじゃ最後に心不全の予防法というか心がけみたいな話をしようと思うぜ。それはぜひとも聞いておきたい話だわ。まず心臓の疾患において主な原因となるのはズバリ動脈硬化となる。そしてその動脈硬化の要因だとされているものは高血圧、肥満、ストレス、喫煙、糖尿病、過度の飲酒、塩分の摂りすぎ、運動不足、過労だったりする。生活習慣も重要になるってことかしら。だな。だからまあわかりやすい感じではあるぜ。塩分の摂りすぎって具体的にはどんな内容になるの？
それは食生活において最も重要だとされてるやつで、塩分を取りすぎると体の中に水分が溜まりやすくなって、心臓に負担がかかり心不全につながりやすいとされてるんだ。だから塩分の摂取量は1日 6g 未満にしてくださいって言われてるんだぜ。 6g って言われてもいまいちピンとこないけど、私は大丈夫かな。ダメだろうな。バッサリじゃないですか。それじゃ自信あるのか。いえ、全くございません。あと納豆や味噌といった発酵性大豆食品を食べるのが良くて、ちゃんとした研究所が男女10万人を対象に20年ぐらい調査したところ、そういった大豆食品を食べてる人の方が心不全も含め循環器疾患で命を落とす人が少ないという結果になったそうだ。それってたくさん食べなくてもいいの？ああ、例えば納豆を毎日1パック食べるだけで命を落とすリスクが 10% ぐらい減少してたらしい。へえ、そうなんだ。納豆は好きだし毎日食べるようにしようっと。大豆食品の他だと青魚を2日に1回もしくは週に2回ぐらい食べる、野菜や果物を積極的に食べる、といったことが心臓関係の疾患を予防するためのいい心がけだとされている。青魚は週に2回も食べないなぁ。これからはなるべく食べるようにします。あと他にわかりやすいやつはコーヒーを飲むと心不全を予防できると言われてて、1日4杯コーヒーを飲むと心不全になるリスクが 10% 減少するという研究結果が報告されてるんだぜ。さすがコーヒー。コーヒーはガンにも効果があるって聞いたことあるし。だな。ガンも同じく1日3杯か4杯ぐらい飲むと予防につながると言われてるし、近年の研究でコーヒーが体にいいというのは間違いないことだとされている。ただもちろん飲みすぎや砂糖をたくさん摂取しちゃったら体にとってアウトだから、ブラックコーヒーを毎日3杯か4杯ぐらい飲むと長生きできると言われてるぜ。コーヒーには抗酸化作用があるんだっけ？そうだ。コーヒーの成分であるクロロゲン酸ってやつが強力な抗酸化作用を持ってて、その影響からコーヒーを毎日飲むと血管や内臓の病気に対し効果があるとされている。だからあれだ、コーヒーに納豆をぶち込んで飲んだら最強だと思うぜ。葵さん、それは 1000% 流行らないわ。そうかな。想像しただけでリバースしそうになったし。あと真面目な話、割とご年配の人だと心不全の症状がはっきり現れないことが多い上、症状があってもきっと年のせいだと思い込んで放置しちゃうケースも多いから、その辺は要注意となる。症状が進行すればするほど治療も難しくなるのかしら。そうだ。だからとにかく早期発見が重要となって、ちょっと前までなかった疲れや体力の低下を感じたら年のせいだとせず病院へ行く、または周りの人が病院へ連れて行くという心がけが大切になるぜ。病院ではどんな検査を受けることになるの？心不全の検査方法は内科や循環器内科で血液検査、胸部レントゲン検査、心電図、心エコー検査、心臓カテーテル検査などを受けることになるが、症状などがはっきりしてない段階の隠れ心不全の診断においては、血液検査で BNP 値を調べたり心エコー検査が有効だとされてるぜ。ちょっとでも体の調子がおかしいと思ったらまずは病院へ行きましょうってことね。ああ、それがシンプルで一番大事な心がけだ。それじゃそろそろまとめに行くぜ。OK。はい、というわけで今回は突然命を落としてしまう要因のうち最も多い心不全についていろいろ話してみたぜ。とまとめると、心不全は心臓の機能が低下することで血流が悪くなっていろんな症状が出ちゃうものなんだね。簡単に言うとそういうことだな。そして大事なのは今回紹介したような症状を少しでも感じたらすぐに病院へ行く、ほんともうこれに尽きるぜ。ふむ、あとはストレスをためずに納豆や魚、野菜や果物をたくさん食べましょうってことね。ブラックコーヒーを1日4杯ぐらい飲む、それも割とお手軽だし覚えておいて損はないと思うぜ。4杯飲むのは正直ちょっと大変だけど、こういう話って心がけるだけでも全然変わってくるだろうしね。どうだつくよ、そろそろコーヒーに納豆をぶち込みたいってなってきたんじゃないか？なるわけないでしょ。なんなら青魚もぶち込んでみてはどうだろうか。そんなの普通にお腹壊すって。ってことで病気関係の話もちょいちょいしてるから興味のある人はよかったら過去の動画もチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。